代表的な形状のガーデンナイフ、ガーデンナイフとは、園芸もしくは農作業に用いられる比較的小型の刃物の名称である。ガーデニングナイフ、またはガーデナーナイフとも呼ばれ、生家業で用いられるものは、フローリストナイフ、またはフラワーナイフと呼ばれる。また、山菜掘りと呼ばれるナイフの別称としても、ガーデンナイフ、ガーデニングナイフの故障が用いられることがある。 折りたたみ式のものが多く、草花や樹木の枝や柿、果実といったものを切り取りやすいように葉先が内側に湾曲、もしくは傾斜しているものが多い。生育している植物の茎を切る場合、切り口が乱雑になると銅管が潰れてしまい、水を十分に吸い上げることができなくなり、鮮度が失われるため、鋭い葉付けが施されている。使用する目的によって、葉の形状には、 多くの派生型があり、鎌のように大きく湾曲したものや、鋭い岸先を持つものもある。日本では和式刃物の一つとして、次期小刀と呼ばれる小刀が存在する。歯身が三角形であることや、折りたたみ式ではないことなどが異なるが、用途は同じものである。ありがとうございます。